最近トレーニングも兼ねてこの重いシクロをずっと乗ってるんですけど、ペダルは昨日までクランクブラザーズのエッグビーター使ってたんですけど、エッグビーター自体はすごくいいんですけど、 SPD 用の靴が結構チャチマウンテンバイク用のやつだったんで、ソールの剛性がなくてふわふわなんか嫌な感じだったんで、スピードプレーにしてロード用の靴でシクロ乗ってます。今日朝からペダルの交換やってたら結構硬くて時間食っちゃったんで、昨日やろうと思ったんですけど、うちにある六角レンチだと腕が短くて力が入んないんで諦めました。クランクブラザーズのこのエッグビーターは、外側というかペダルレンチで回すため の、 切り欠きがなくて、で中側から内側というか内側からに六角がの穴がついてるんで、そこでやるんですけど、それが結構トルクがかかってて、六角の頭だけ買ってきて、うちにあるラチェットとつなげてさっきやっと外せました。やっぱスピードプレーつきやすいですね。スピードプレーは他のと違って引っ掛けるっていうステップがないんで、ただ丸となんていうかな、丸とお椀を合わせてギュッと踏むだけでバチンといきますね。今日はいつもの GoPro のネックマウントやめてハンドルバーマウントを使ってます。ハンドルバーマウントはこうやって回すと自撮りになったりするんで、これ純正なんですけど、純正のハンドルバーマウントなんですけど、あと途中でこう角度つけて止められたりするんで結構重宝しますね。回転は自由じゃなくてノッチがついてるんで、ある程度で止まっちゃうんですけど、でこの回転の台座が斜めになるように取り付けると、回すだけで、正面と自撮りがいい感じの角度で回せます。ただその場合横向きとかにしちゃうとだいぶ斜めった映像になっちゃって、まあ見た目ちょっと面白いかもしれないですけど、あんま見やすくはないですよね。そういえば最近ドリキンさんが DR10L で、あとズームの F1 と音声の比較動画とか上げてたんですけど、やっぱ DR10L 非常に優秀ですね。今もこの音声は DR10L なんですけど、基本ロードバイク乗りながら撮影なんで、自分は風切り音とかが結構ひどいんで、 DR10L に、最初についてるキノコ型の風防の上にさらにモフモフつけて、でさらに今ネックウォーマーの中に入れてます。そろそろネックウォーマーもいらなくなる季節なんで、そうなったら純正風防とモフモフで、ジャージの外か、ジャージの中の方が目立たなくていいんですけど、ちょっと汗とか水気が気になりますよね。 DR10L のマイクじゃなくて本体側はもうリブにつけて、でその上にジャージって感じなんで、本体自体は結構ムレムレの状態で使っちゃってるんですけど、今のところは大丈夫ですね。特に防滴仕様とかではないんですけど、雨の中でもそんな感じで使ったことあったけど、本体湿ってたけど今のところ使えてます。Just walked away. Yeah, just walked away.